皆さんごきげんよう。今宵もまた、あなたの心の奥底にある、観音の琴線に触れる、えも言われぬ快楽。そう。それは、夜ラーメンのお時間がやってまいりました。いやー、もうね、ちょっと夜ラーメン何日か、へたれちゃったんで明けましたけど、まだまだ続けますよ。<laughs> あ、申し遅れました。 私、あのー、塩ラーメン大好き、えー、久々の登場です。塩の麹、油丸と申します。よろしくお願いいたします。まあ、あのー、ずいぶん前のね、えー、桜にある、無添加で塩ラーメン食べて以来の、えー、登場ですが、皆さんどうですかお元気ですかこの夏、無事に過ごせましたかもうええ加減にせえって。<laughs> えー、でね、塩ラーメンの。 達人のマロが出てきたということは今日は塩ラーメンなんですねで塩ラーメンの、まあ、これからねちょっとおいしいところへ向かおうかと思いましてですねここはあのー、東関東自動車道の四街道インターを出て、えー、ちょっとしばらく走っているところでございますねまあねラーメンを食べるためにね高速を使ってわざわざ出かけるというねもうね 病気だねいやなんかねこれずっとやってますとね面白いんですがなんかね夜ねこうドライブせずにはいられなくなるというねだからちょっとね何だろうなこう中毒性ありますよね夜にこう車を走らせるっていうのはやっぱ楽しいんでしょうね僕自身がそのドライブをしたりとか食べ歩いたりとか好きだから続くのかなっていうのとあとはやっぱりね外部の圧に左右されないっていう っていうね。あの、やっぱり過去の3年間のね、配信者生活がですね、まあ、意外とトラウマになってるのかもわかんないですけども、まあね、本当に外圧が強いんですよね、配信っていうのはね。でも、これだともう一人で伸び伸びできるんで、なんかこう、いいですよね。楽しくてしょうがないです。こう、声もね、張りがあってワクワクしてたり、こうウキウキしてますよね。<laughs> やっぱりね、気楽でいいですよ、一人でこうやって。 やるってだからこの番組はそのいわば『純散歩』みたいな感じでおっちゃんが適当なことを言いながらブラ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 するっていうのともう一つ「井の頭五郎」みたいなね孤独のグルメっぽくもあるんですよこうで食べながら一人で「うんいやここのチャーシューが」とかね「いやこれもありだな」とかねうんあれはその自分の心の中のモノローグがこうセリフになってるじゃないですかまあこの番組もそうですよね結局。 モノ,ローグモノローグがセリフになってるっていう点ではまあ似てるんじゃないかなと思いますけれども、ね、まあでももうちょっとねしばらく続きそうなんで楽しくやらさせていただいてますけれどもねさてでは話を戻してですね今日あの行くお店はですね港屋さんってえ正確にはメイン屋港屋っていうんですけれどもえちょうどですね JR の物井駅と あとは四つ街道のインターチェンジの中間地点あたりにあります。で、昼間に行くともうすぐにわかるんですけれども、もうね、こういうね、でっかいね、ロゴが出てるんですよ、看板が。ラーメン、餃子、チャーハン、RGC。いや、もうこれでウィッシュとかつけたらもう大悟ですよね。いや、ほんとね、この店構えにひるんではいけません。あのー、これで、 例えば、ラーメンも餃子もチャーハンも、めちゃめちゃまずかったら最高にネタとして面白いんですけど、<laughs> そうじゃないんです、えー。むしろですね、この,の RGC に恥じることがない、どれを頼んでもですね、9大店以上の安心して食べられる美味しいお店です。で、本当にどれを食べても美味しいんです、ラーメンも。醤油ラーメンもありますし。でも、やっぱりマロが一番推すのは、 うん、塩ラーメンかなって感じなんですよ。まあ、お店の人がね、あんまり押してないのかもわからないですけど、まあ、あの、マロ的にはですね、あの、ここの塩ラーメンはあの、岩塩をね、すごく使っててですね、その岩塩が、すごいいい岩塩なんでしょうね。塩自体になんか旨味があるのか、それがね、スープにこう入ってて、まあね、美味しいですね。で、まあ、本当にね、麺の硬さといい、 えー、まあ具のバランスといいでスープの味わいうんーまあねよくできてると思いますさあ、えー、この角を曲がるとそろそろ到着するんじゃないですかねまあ夜なんでねあのでっかいあの看板が見えないのがね非常にね無念極まりないんですけれどもね本当エキセントリックですからねこれ昼間だと本当にすぐわかるんですよあここですね着きました 麺屋港さんですねでは入ってみましょうか注文するのは餃子と塩ラーメンですまずは餃子ですねちょうどねこう皮がパリッとしていてね、まあ、ビール飲みたいですよねねもうノンアルなのがもう無念なんですけども、ね、さあ来ましたこれですもう見るからにうまそうでしょううまいんですもう塩ラーメンコクのあるえ岩塩の効いた塩ラーメンですね 麺は中太麺でスープとの絡み相性はバッチリですでチャーシューもねホロホロっと崩れる系のチャーシュー、まあ、全体のバランスも本当に素敵なラーメンでは大変美味しくいただかせていただきましたさて魅惑の夜ラーメンあなたの快楽を刺激しましたでしょうかいやーまあそろそろね、えー、マロともお別れのお時間がやってきました えー、次回の動画が、まあちょっといつになるかわかりませんかって、明日だよ、明日。<laughs> また明日何かアップしますよ。あの、実はね、10月中はね、毎日動画をアップするというですね、地獄の起きを貸してまして、えー、また明日お会いすることになると思いますが、皆さんお元気でどうかお過ごしください。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。では、また明日お会いしましょう。See you tomorrow。まあでもね、四つ街道ってね、 モノエもそうなんだけどこの辺は意外とねラーメン激戦区なんですようん、まいラーメンがいっぱいありますねまあ、そんなのをねつらつらとこう夜ラーメンで紹介できればいいですね、えー、夜じゃなかったらごめんなさいみたいな <laughs>